ボス、おたけびGです。今回は、今回も、毎回毎回なんですけど、ウクライナの、問題なんですけど、ですね、まず、最初に映像を見てください。はい。あるネット上に上がってる映像に、一応、日本語で、わかるように、このおたけびGがなんとか頑張って、訳して、テロップで入れてるんで、ちょっと、見てください。まず映像を見てください。それから、いろいろ、思うこと、話します。Я являлся свидетелем, как к нам, когда мы приехали в Рубежное, кооператив гаражный стали, то нам привезли около 20 человек людей, там были и женщины, и мужчины. У них мирные люди, у них были белые повязки на руках.Привезли их с правого сектора люди. У нас было там шестеро и еще два. И была команда, чтобы их расстреляли. Мы на вопрос наш, зачем мы это должны делать, старший ответил, что это будет наша месть.За Бучу, убитых вроде бы как в Буче мирных людей. Мы отказались это делать, за что нас разоружили, и тот же гараж были мы опущены в яму. Позывной старшего? Там он не называл.Это люди, которых мы увидели первый и последний раз. Больше мы их не видели. はい、どうだったでしょうか。これも、分かった方は分かったと思うんですけど、ウクライナ兵が、要は、ギブアップして、インタビューを受けていると。降伏したんですかね。捕虜になったのかな。ちょっと分かんないんですけど、とりあえず、ウクライナ兵が、あることについて、証言をしているということで、結論から言うとですね、2つあると思うんですよ。これは、ロシア軍によってのフェイク。はい。これが一つ。これもう全くの嘘。出てるのはウクライナ兵だと思います。ただ、お前らこう言えよ、こう言えよって脅されて、これはもう全くのでっち上げ。というような話も、なり立つかもしれません。まずこれが一つ。一応ですね、中立に考えないと。わかんないですもんね、真実は。ただ、二つ目。これが本当だとしたら、このウクライナ兵が言ってることが本当だとしたら、あなたはどう思います？簡単に言うとこういうことですよね。要は、彼らは、ある場所に行った。で、そこで、あるセクターから、来た、お偉い方々が、何人か来て、その中で、一番偉い人がですね、今連れてきた、この20人、男、女、男女合わせて20人、腕には白い布を、ロシア軍の、わかるような感じのね、腕に白い布を巻いてますよね。逆にウクライナ兵は黄色だったり青だったりするんですけど、そういう、ウクライナ兵なの？と思ったら民間人だったと。その民間人を、なんと、お前ら、やっちまってくれと、やっちまってくれと、言いました。何それ？そんでもって、彼らは聞いたんですよね。なんでですかと。なんで、彼らをやっちまわなきゃいけないですか？そしたらですね、ブチャのこと覚えてるだろ？ブチャの、仕返しだと。わかりますこれ。仕返しだと。ここでちょっと整理しときましょうね。これ、ちょっと整理しとかないとわかんないんで、ブチャっていう街があります。ウクライナの首都、キエフ。この、ちょっと近郊なんですけど、そこから近くの、ある街があります。それがブチャ。で、そこに、ロシア軍がずっといたんですけど、撤退したと。キエフも離れたと同時に、そのブチャも離れたというような感じなんでしょう。その後ですね、ロシア軍がいなくなった後に、民間人が、ウクライナ人が、民間人が、ロシア軍に、虐殺された大量殺人だみたいな感じで、問題になってるわけですよ。でもこれに対してロシア軍は、いや、そんなことはないと。で、そもそも自分たちが撤退した2日後じゃないかと。何言ってんだということで、これは、どっちがどっちなのかわかりません。わかりません。はい。これはもう、おたけび G もわかりません。ただ、いろいろちょっとなんか、これは今日は言わない。今日は言わない。とにかくわかりません。で、さっきの話に戻ります。だから、ブチャで、やられただろうって。それの、仕返しなんだと。ね、見せしめなんだと。わかるか？だからお前らこいつらやれと。でもですね。でもですよ。それが、
ロシア軍の、まあ、捕虜とか、まあ、本当はいけない、それも、戦争犯罪ですから、本当はいけないんだけど、それが、ロシア軍であれば、確かにまあ、それは仕返しっていうか、見せしめっていうか、そういうふうになる、じゃなるのかな。でもさ、今回のインタビューで証言してるウクライナ兵が言ってるのは、民間人だったと。ね？それがまあ、ロシア系住民なのか、それとも、純粋なウクライナ人なのかわかりません。ただ、民間人だったと。ということはですよ、そのブチャで、ウクライナの住民がやられちゃった。だから、こっちも、なんかもう、見せしめっていうかやり返したっていう、それ見せないと、なんか、ダメだよね。だからとりあえずいないから、とりあえずそのあたりの住民引っ張り出して、で、とりあえず、白い布を腕に巻いて、ロシア軍みたいにして、お前らやれ。これなんか、破綻してませんか？話がもう、なんかこんがらがってきちゃって、わかんないんですけど。はい、ということです。どうしても整理がつかないんですよね。これがまあ、本当の話だとしたら、とんでもない。ほんととんでもない。もう、前の動画でも何回も言ってるんですけど、ロシア軍もそれも最悪だよ。だけど、ウクライナのこいつらも、やばくねえか？で、最後に、これ言って終わりたい。これがもし嘘だとしたら、ロシア軍の、もう完璧なもうフェイク。ね。お前はこう言えよって言ったとしてもですね、話がこう複雑によくできてるよなぁと。だって、例えばロシア軍を、の捕虜をやれと言われたけど、それはできないよ。もう無抵抗だし、それはできないよ。っていう話だとなんとなく思いつくんですけど、これ住民をロシア兵に見せかけて、そしてお前らやれ。っていうこのストーリー。もしこれフェイクで、そんなストーリー考えたらこれも、サスペンスドラマももう、顔負けの、2点3点、ひっくり返るような、ストーリーですよね。どっちなんだろう。フェイクなんですかね。これ嘘なんですかね。それとも、やっぱり真実の証言だったんですかね。わかんないなぁ。ほんとやべ。やばいっす。ほんとやばいっす。あ、最後までちゃんと説明してないんじゃない？もうほんとすいません。もうほんとに。ということで彼らはですね、結局のところできなかった。無理ってことで拒否しました。そしたらですね、持ってる銃とか全て取られて武装解除させられて、ガレージの、なんか、貯水施設のあるようなところに閉じ込められたと言っております。そしてですね、その命令した人は誰なのって聞いたんですけど、いや、身分もそんなに明かさなかったし、初めて会ったし、それにもう二度と会うことはなかったですと。言ってました。ごめんね、なんか舌がこう、ぬーってこう出てるけど、これわざとしてるんじゃなくて、この仮面が調子が悪いんです。ということで、最後に、疑問があるんですよ。疑問が湧きます。で、どうやって出てきたの、そっから。だって自分で逃げたの？それとも誰かに助けられたの？ロシア軍に捕まって捕虜になったの？だからそうやって今インタビューを受けてるの？ここがちょっとわかんないんですよ。もしくは、もう、俺たち、もう、戦えないわ。ってことで、ブラブラしてるところ。そこでなんか、あんたたち何やってんの？ってことで、いや、実はさ、そんな話？いやー、やっぱフェイクかな？これフェイクですかね？いや、でもなー、ストーリーがなんか、過去逆に、なんか、ありえるっちゃありえるような複雑な、フェイクにしてはちょっとできすぎたストーリーですよね。わかんねえなぁ。